回も世界埼玉化計画に向けて突っ走る埼玉の逆襲。今年150周年を迎える埼玉県、埼玉らしからぬ激アツプロジェクトが始動。埼玉が誇る偉人渋沢栄一をビビる大木が語り尽くす。あれ、表紙がビビるさん。っていうかこの本何？渋沢栄一結局知りませんけどねって言ったら、これやばいでしょこの本。深谷市長がビビる大木に物申す。一体何が？よくそれで渋沢さんの本が書けるよ。さあ始まりました、埼玉の逆襲。こんばんみ、 MC のビビる大木です。よろしくお願いします。どうもこんばんは、たまやんです。よろしくどうぞ。さあ、渋沢栄一さんといえば、はい、まあ、今年大河ドラマのね、はい、主人公ということで。そうですよ。そうです。そしてあの一万円札にもね、これから渋沢栄一さんということですけれども、まあ、絶対押さえておきたい人物。はい、たまや見てよ、ね、今日ちょっともうお貸してもらっちゃったけど、はい、私渋沢先生のね生意気にも本出しちゃったんですよ。あら、ちょっと本実は見させてもらいましたけれども、なんでビビルさん、はい、この本のご出版に至ったのか経緯をぜひお話し聞きたいんですが。簡単に言っちゃうとよ、まあ出版社からお話しいただいたっていうのはあるんだけど。埼玉が誇る偉人渋沢栄一、1840年深谷市で生まれ、若くして幕府に仕えたことでヨーロッパに渡航。先進的な産業や軍備に感銘を受け、帰国後は明治新政府の大蔵省で多くの改革を実行した泣く子も黙る超偉大な人物なんです。その後、日本で最初の銀行で現在のみずほ銀行である第一国立銀行を設立。さらに東京ガスや帝国ホテル、JR 東日本などなど設立に関わった企業はおよそ500社。日本経済の発展に尽力したその功績から近代日本経済の父と呼ばれています。よ、埼玉の星。そんな偉人をビビる大木が今宵たっぷりと語り尽くします。渋沢さんはやっぱビジネスマンだから、今現在こう名だたる会社の経営者が渋沢って先輩の本読んでると、そこには何が書いてあるのかというのを、こう芸能界でいうなんかこの中間管理職のような僕がね、それをどう使って生きていくか働いていくかみたいなのを、こうちょっとビジネス本としてどうですかと言っていただいて、それでちょうど僕が埼玉出身だったんで、まさに地元の先輩のこのお言葉っていうのをどうですかっていうのをいただいて、会ったこともない先輩だけどね、渋沢先輩は。その先輩からこうお仕事をもらえるっていう、この渋沢先輩の偉大さね。死後なお後輩たちに飯食わしてくれるこんな先輩います？普通。じゃあそのね、本の中からいきますけども、まず一つ目これでしょうね。渋沢先輩、自分で箸を持とう。当たり前のようなことをみんなが意外と実践できていないかということです。これ渋沢先生の。勉強することは誰でもできると。勉強すればいいんだから、本読めばいいんだから、そこで学んだことを実行して初めて世のために立つんだぞというお考え。あ、そういうことにも基づいた言葉なんですか。そうです、そうです。だからそれを自分の箸を持つということですね。それで自分で実際行動を起こしなさいよと、その学んだことをね、を世の中のために生かしなさいよというお言葉です。なるほど。学んで終わり、ああ、はいはいはい、あれはああいうことかで終わってたら、その時点ではお前は何の役にも立ってないんだぞという教えです。なるほどですね。行動して初めてということ。なるほど、うん、当然その箸を、その自分のその箸を使うか使わないかっていう選択も出てくるわけじゃない、当然、はい、人間生きていれば、はい、まあ、以前ね、叶姉妹のお二人が本出したと、はい、で僕はその現場に関係ない人だったの、ね、でその叶姉妹がその本の告知のためにその番組に出たの、はい、で番組のその終わりで本を告知するとなったのね、はい、だからこの叶姉妹がその自分でも本をね、自分で急に買ってねっつって宣伝するのは、なんかちょっとこう自分のこのスタイル、美学としてはちょっとやりにくいと、うん、私の本を宣伝するのはビビる大木さんがいいって言って俺だからあの叶姉妹さんがあの本の宣伝するんで大木さん来てもらえませんかっていう依頼をもらったの
俺か、俺本にも出てこないし、その番組本編にも関係ないから本当に本最後の最後に、ではここで鹿児島からお知らせですって言った時に俺が急に入ってって、はい、というわけで鹿児島から本が出ましたっていう仕事をやったんですよ。いや、そう、もうまさにだからもうそういうことです。僕もこれが誰かの役に立つんだったら俺はちゃんと行きますよと、そこの場に、そのテレビにも、その本にも自分は全く無関係ですよ。それでもその本を告知しに行くというね。それで叶姉妹が本当に大木さん好きねって言ってたんですよね。あなたテレビでの好きなんでしょみたいなことを言われたんですけど、まあそうで、もうそれはもうそういうことですと、これが俺の仕事ならば最後までやるだけということです。この仕事本当に必要なのかとか考えるじゃない。なるほど、そうですよね。そういうことも含めて渋沢先生が君それはそれで合ってるよというのをね、おっしゃっていただいた気がしたんですよ。なるほどですね。そういうこと、そういうこと。形だけの礼は礼をしないより悪い。なんかもらいました、はい、あ、どうもありがとうございますねで、心で何とも思ってないのに口だけでありがとうございますっつってもらうぐらいなら礼を言わない方がマシだ。あ、だってお前のその礼の中には礼の心がないだろうっていう、こう渋谷先生のやっぱもう江戸明治を生き抜いた人なんでね、やっぱそういうそこの礼儀を尽くす心があるかっていうことに関してやっぱこうだいぶ先生はね、あのおっしゃってますよね、渋沢先生は。なるほどです。あ、なんだ、だからその論語とそろばんっていうのはまさにそうなんですよ、はい、これは人間がどう生きていくかっていう道を示したのがその中国から来た論語ね、はい、で、まあ、そろばんっていうのはまあその金勘定、はい、そのなん、ややこしいんだけど江戸時代ぐらいまでは金勘定がやらしいとされてたから日本では。あ、そうなんですか。はい、士農工商って聞いたことあるでしょ。ありました、ありました。士農工商の一番下が商人です、はい、これがお金を扱う仕事だから、はい、お金を扱うやつは一番卑しいということで、なんかこう士農工商の下にいたわけ。なるほどですね。日本では、うん、ただお金がないと暮らせないよねっていう矛盾はずっとあったんだけど、はい、かといって金のため、金のためいくらいくらって言ってるやつは卑しい、うん、そんなはしたないやつはダメだっていうんで、なんかこうちょっとお金のことを言うやつは汚い、汚らわしいっていう風習で日本は来ちゃったんだけど、お金の、お金を稼ぐこと、お金に興味を持つことは悪いことじゃない、そこにちゃんと自分の心なり考えなり世のため人のために何ができるかっていうことを持った人間がお金を扱う分にはとってもいいことだっていうのを先生はその論語とそろばんっていう本で言うわけよ。これは玉屋、これがね、実はその論語とそろばんのその本質なの。もう違う、江戸時代にそんなこと言ってたけどそんなことないからなっていう。士農工商と言いながら、士農工商の士、武士ね、武士がお金借りるのは結局商人だったから、じゃあなんでそんな一番下の身分の人間からお金を借りるんだよってことになるんだけど、やっぱその辺の矛盾をさ、こうやっぱ指摘できないような世の中だったわけね。それを渋沢先生がこれからは経済だって言うんで、明治維新後にこういろんな会社を作って事業を立ち上げていくという人間になるわけです。そこから出てきたこれです。ビビルさん、はい、すごいちゃんと勉強してはるじゃないですか。いやいや、俺もさすがに、いや渋沢栄一結局知りませんけどねって言ったらこれやばいでしょ。これやばい、それはさすがに、それはさすがにやばいです。時代が変わり、新しい時代には新しい人材が必要だ。渋沢先生はもうほら明治維新っていうのも経験してるんでね、余計こういう、だってほらもう武士が武士じゃなくなる、さあ刀を置け、ちょんまげやめろ、さあ洋服着なさい、スーツ着なさい、さあもう徳川幕府ないから武士っていうだけでお給料出ないよ、自分で金稼ぎなさいよっていう世の中が明治に入るわけだから、その時の経験を踏まえた先生のこれですよね。だから時代が変わり、新しい時代には新しい人材が必要だ。だから明治という概念が変わった年があったわけだから、さあ俺たちも考え方変えてちゃんと仕事して商売しないと暮らせないぞっていう時代に入った時のお言葉ですよ。それを現代にも言えるんじゃないかということですね、これはね。まあ、だから今お笑い界でいうと当然そのお笑い第7世代っていう新しい世代がいるわけじゃない。 EXIT とかさ、ミキとかね。でもそういうな新しい世代が出てくることによってその世界が発展する、活発になるっていう事実は当然あるし、ということはひょっとしたら、俺は聞いたことないけど、
僕俺の世代をねそういうふうに見てた先輩がいたかもしれない。なるほどですね。結局、うん、ああなんか大木とかっていう世代のが来たんだなって20年前に思った人がいたかもしれない、うんうん、そう考えるとやっぱり時代がそう巡っていくってことは結局その時その時に新しい人材がいないと回っていかないってことよね。そうですね。そうだからそこはたまやんも俺ももし偉くなったとしたら、はい、これは君がやってみたらということでポジションが人を育てるということがあるわけよ。確かに。そこだいつまでもなんか同じことをみんながやるというね自分が同じ椅子に座るというよりは、はい、いつかちょっと自分が独ということもなんかなってくるわけよね。この年になってくるとそういう時にこの渋沢先生の言葉が響いてくるわけよ。あ、なるほどですね。渋沢先生もやっぱだからそうだったんだよ、うんうん、その会社作りに関してはね、はい、そうそうそう、まあ、あの相談に来るのはいいけど自分でやってみたらっていうのもなんか言ってみたりとか、うん、あの僕が入るよりはじゃあ僕がその資金を出してあげるから、はい、経営は自分でやってみなさいとか、なんかまあそういう風にしてこうなんかね他の人にちゃんとこう動かすように世の中を動かすように仕向けたっていうところもあるわけ。先生素晴らしい。渋沢先生やっぱりね、ビビルさん人に任せるってすごい難しいんですよね。これはね、埼玉の逆襲とは思えないぐらい今日真面目な回ですよね。いや本当に別番組のようですよ。別番組ぐらい深い話してる、今日は。さあそんなビビルさんに最後ある方から VTR が届いておりまして、ぜひあのこちらをご覧いただければと思います。埼玉の逆襲アワード2020、ふっかちゃんへのネギちゃん発言で大賞を受賞した深谷市小島市長からビビルさんに何やら言いたいことが。え、あの本いただいてちょっと読ませてもらった あ、はい、ありがとうね。渋沢栄一さんの本書いていただいて、ただ後書き見たら深谷に一度も来てないって話だよ。深谷に一度もよくそれで渋沢栄一さんの本が書けるよ。ダメだよ、一度来なくちゃ、待ってるからよろしくおねぎします。おねぎします、出ました。ビビルさん、深谷市に行ってあげてください。よろしくおねぎします。おねぎしますですよ、もう市長。本当に最後のおねぎします言いたかっただけじゃないかっていう説もありますが、市長わざわざありがとうございます。本当に一回行かなきゃいけませんね、これはね。